10月31日、第2回アジア・オセアニア地域委員会が盛大に開催されました。私も尊敬いたしております、東商営閣下、本日、ご一緒くださいました副首相をはじめ、皆様とはじめ、全、中華人民共和国の最も尊敬しております10億8000万人の皆様方のご健康、ご長寿、ご多幸をお祈りいたしまして、大会の辞導いたします。来賓として出席された中国国務院共席副総理が歓迎の祝辞を述べた後、矢野消防庁長官が中曽根首相の祝辞を代読。心からお祝い申し上げます。そして海口中国消防協会理事長が参加国を代表して挨拶をされました。中国共産党党大会開催中にもかかわらず、来賓として出席くださった共席副総理に笹川会長より記念品が贈られました。そして新たに連盟の趣旨に賛同し参加した3カ国に栄誉賞が贈られました。第2回アジア・オセアニア地域委員会の宣言を事務総長が宣言いたします。最後に徳田 FWVFA 事務総長が、我々義勇消防隊員は人類の生命、身体、財産を災害から守るため連盟の趣旨に沿い、さらに一層努力することを国連承認機関世界義勇消防連盟の名において宣言するの地域委員会宣言を読み上げ、地域委員会を締めくくりました。午後、地域委員会参加の各国代表と北京市消防学校を訪れた笹川会長は、北京市消防局音楽隊の演奏する中、後北京市副市長の先導で中国義勇消防関係者を徳田事務総長と会談しました。デモンストレーションに移り、北京市消防隊員らによる消防演技を熱心に観戦されました。夕刻、会長主催のレセプションが盛大に開かれました。この汚い世の中をきれいな、住みよい、平和な世界にすると同時に、全世界の人々に健康長寿幸福もお送りしたい。我が国家在地区的贵宾们表示亲切的问候。安全を祈念し乾杯いたします。乾杯。徳田事務総長の温度で乾杯した後、各国代表は笹川会長と記念品を交換し合い、中国料理に舌鼓を打ち、お互い交流の促進と情報の交換をし合うなど、和やかな雰囲気の中、親睦を図り合いました。